ススワさんはケニアにある火山である。グレートリフトバレーにあり、東リフトバレーにある一連のカルデラの中で最南端に位置する。ナイロビの約5 0トル西北西にあたる。ススワはマサイ族の言葉で草を意味する。規定直径が2 0トル余り、面積が270平方キロメートルに達する縦上火山で、その頂部に、 約8 2トルのカルデラがある。カルデラの南側に、響きはソメン面岩の溶岩火山球が突出し、2 3 5 6ルの山頂を作っている。この火山球は、オルドイニョーニョ家として知られ、マサイ語で赤い山という意味である。カルデラの中央に、直径約5キロメートルの環状地溝があり、特有の二重クレーターとなっている。 環状地溝は、オルドイニョーニョ山体の北側を切り取っていて、地溝内側の島上ブロックが北に傾斜している。この山は、カルデラの北東側にある溶岩道でも知られている。すすは火山は次のような順番で発達したと考えられている。最初に縦状火山が形成された後、更新よに大量の軽石流と溶岩流の噴出が起こって、カルデラが形成された。 そしてカルデラ後の響きは、粗面岩の火山活動によって、オルドイニョウニョケ山体が形成された。ススワの最後の噴火は一世紀ほど前と推測され、衛星加工からの溶岩流にはまだ植生が、進出していない。カルデラ堤は、北側から入る道があり、季節的に放牧が行われている。ありがとうございます。